2つ目の視聴者様からの質問です。はい、MY さん、はい、相手からの一方的な LINE 無視と SNS の一部ブロックされたことにより、私から別れを告げて約2ヶ月経つ元彼に LINE を間隔を空けながら送っています。既読スルーや未読スルーの繰り返しで、先日元彼の誕生日だったので祝いのメッセージだけ LINE で送ると次の日既読がついてそのままでした。この場合相手はなぜ既読をつけたのでしょうか。ちなみに返信は来ていません。はい、ではこの質問に答えていきたいと思います。まず結論から、なぜ、既読をつけたのか、単純なし気になるからです。だから別に嫌われてるわけでもないし、最悪の状況ではないと僕は判断します。最悪の状況の場合は開けるのも嫌になってくるんで、 LINE って結構めんどくさいですよ。みんな気軽にやってますけど、一回携帯開いてロック外して、で LINE の、アイコン探してポチッと押して誰から来てるかなってやってポチッじゃないですか。5段階ぐらいかかるわけで、嫌われてたり、まあ、変な方向にはまってる人って LINE すら既読してくれないので、既読してる時点で、まあ、気になってくるから単純にシンプルに既読してるっていうことなんですよ。何のメッセージだろう。でもこれがめちゃくちゃ大事なんです。見てくれてるうちに、気になってくれてるうちに、そのステップを段階を上げていくような、まあ、内容の LINE を送らなきゃいけないわけですよね。質問とか相手のニーズに合ってるとか、相手の趣味に合ってるとか、でその文書数もだいたい決まっているわけです。その人の今までの恋愛の月日、それがどのように別れたか、どういう始まりだったか、どういう恋愛をしてたかで、このファーストステップラインっていうのが4組ぐらい組まれるんですけど、これがの内容、それから文書の数が決まってくる、どこにクエスチョンをつけるかが決まってくるので、ここはちょっとお話を聞いてみないとって感じなので、ちょっと間違ったこと言ってこのまんまやったよっつって復元失敗したよってなったら、どうもこうもないので、ここは割愛させていただきますけど、いずれにしても今がチャンスっていうことです。ステップを踏むような、内容の文章短文で、まあざっくり言うと、さっきの動画でも言いましたけど、最初に2行ぐらいで収まるような文章、まあ、あっても3、4ぐらい、まあ、ギリって感じですかね。それぐらいの文章でステップを踏んでいくっていうことが今はチャンスで大切です。いい傾向だと思います。相手が読んでくれるっていうのは、はい、この読んでくれてるうちに返信できる文章をちゃんと送ってるかっていうのがすごい大事ですよね。うん、そうですよ、ね、その既読つけてくれて、まあ、よく、まあ、もらったけどなんて返そうかなって相手に考え、クエスチョンつけさせてしまうとか、相手に労力を与えてしまう LINE の文面だと、ただでさえ返信率悪い時に、まあ、いやっていう風に後で返そうっていうのが、結局その閉じてからも返信が来なくなってしまう要因になるんで、その時今すぐ返せる文面にしておくこと、そういうクエスチョンも、そうそう、必要性とか緊急性とかタイムリー性っていうのを文章に入れないとやっぱり人って反応しないわけです。これ心理学の本を買って読んでいただいたらそうなんですけど、反応しないわけですね。ところが今の場合っていうのは誕生日をおめでとうだけだけど、これって別に質問でも緊急性でも何でもないじゃないですか。おめでとう、心の中でありがとうって言ったら、仮にですよ、相手が、そしたらそれで終わっちゃうわけですよ。スタンプ1個で終わっちゃいます。これおめでとうってきて、スタンプ1個ありがとうってきたら、この後どうしますっていう話なんですよ。だったら僕なら送らないです。誕生日おめでとうってここで折れちゃうので、ガンって、おめでとうって送ったことで相手が無視するか、スタンプ1個どっちでもちょっとその後がないじゃないですか、どっちかっていうと。だから僕なら送らないし、誕生日おめでとうって僕動画とかブログでも散々言ってるんですけど、送らない方がいいです。そうそうそう、未練がの本当に出ちゃって出ちゃってしょうがないですって、冷静な相手から見たらそうなので、送らない方がいいですよね。じゃあ別れてさっぱりしてますよ、相手のことを忘れて前に進んでますよみたいな、復縁を考えてない人がわざわざ別れてから、友達だったらいいですよ。友達になりました、しょっちゅう電話してますとか、友達になりました学校で会いますとか会社で会いますだったらいいんですけど、それ以外だったら、わ、誕生日まだ言ってくるってなっちゃうので、やっぱりそこで一歩相手が半歩ぐらいから下がっちゃうんですよ、後ろに。せっかく前に出てきて
てたとしても、だから送らないでって僕はよく言ってるんですけど、まあ結論を送らない方が良かったですねって。だけど既読をしてくれたから逆にラッキーです、こっからですよっていうところですね。で LINE を日にちを開けながらって言ってますか。ああ、間隔を開けながらって、ね、そう間隔って多分日にちだと思うんですけど、これね、大体無料相談、復縁レッスン、復縁大学校でその話を聞いてみると、間隔開けながらやってるんですって言って、どんな感覚ですか、何日に送りましたか、何日に送りましたかって聞いてると、大体人ってある概念に基づいて生きているので、ね、だから感覚って言っても同じなんですよ。3日おきとか5日おきとか、ね、月木送ってましたみたいな、蓋開けてみたら自分では送ってる時気づいてないんですよ。いつも同じ感覚だったっていうのは、大体似たような感覚だったって気づいてないんですけど、大体ほとんどの人が気づかないうちに同じ感覚で送っちゃってるんです。じゃあほんじゃあこれがなんでダメなのっていうと、ランダムってよく僕言ってるんですよ。感覚をずらしましょうねっていうこと、要は想定外を作ることで相手をドキッとさせたり、相手に読ませたくなるっていう行動を作るっていうことなので、要は今まで例えば仮に僕が注意するまで3日に1回送ってましたと、じゃあ相手は3日に1回来るよねっていうことが予測済みなんですよ。じゃあ既読無視もしやすいし、そしたら未読無視も未読スルーですね、既読しないっていうこともしやすくなってしまうんです。定期的に来る LINE っていうのは内容も似てるので、必然的に皆さん気づいてませんけど似てるので、相手が予測してスルーしやすくなるっていうこと。じゃあどうすればいいの？ランダムに変えるっていうこと。3日空けてしたんだったら今度次の日にまたしてとか、その次は4日後5日後にするとか、もう本当にバラバラにするんですよ。皆さんもどうですか？友達とか会社のメンバーでも、なんかたまに触れ合えるメンバーでもいいです。定期的に毎週、例えばですよ、木曜日来てたとするじゃないですか。でそうするとまたあの人から木曜日で会いに来るかもしれないって予測ができますよね。だけどいつもいつ来るかわからない LINE で、例えばその人が今まで1日おきに LINE をしてきた、次5日経って LINE してきてみた、次3日目で LINE してきてみた、だ言ったら法則は一定じゃないので、やっぱりなんだろうって思って、あれ今日は緊急かなとか、今日はどうしたんだろうって見やすくなるっていうことなんです。ちょっと難しいかもしれないですけど、これ復縁でその追う側っていつもこう彼に振り回される、彼の気まぐれに振り回されてどうしようって悩んで、お相手の気持ち見えないってなるじゃないですか。だこれを自分の気まぐれぐらいの感覚に切り替えた方が、そうお相手に追わせやすい、お相手に追われやすいっていうことですね。だから起こります。そうだよね、復縁を求められる側って要は圧倒的に強いじゃないですか。でこっちへの対しての返信って気まぐれでやってるんですよ。テンションが乗ってる時とか、まあ、自分が忙しい時はしないとか、勝手に気まぐれでやってるので、こっちも気まぐれにするっていうことが大事です。めちゃくちゃ分かりやすい。ありがとうございます。だからこっちも気まぐれにするっていうことです。本当に気がついた時に、いやそれはいつも彼のこと彼女のこと思うんだけど、強く本当に思った時だけ送るとか、そういう感じに気まぐれには気まぐれ、要はミラーリングの法則ってよく有名な法則がありますけど、ね、それじゃないですけど、相手のリズムの歩幅に合わせるって、これメルマガでも言ってますよ。だから気まぐれには気まぐれで送るっていうことです、はい、なのでまあその間の感覚は大丈夫なのか、気まぐれになってるかどうかっていうのをもう一回ちょっと確かめていただきたいですということですね。ありがとうございます、はい、では、はい、この質問はこんな感じです。ではまた次回よろしくお願いします。